岡田監督、そういうことやろ、そういうことやろ、そういうことやんか。佐藤の失策がなければ試合の展開も違ったものになった、そういうことやろ。取れるアウトを確実に取らないと、そういうことやろ。村上も、佐藤の失策が出た2回は、0点か1点かではその後の投球が変わった、そういうことやんか、それだけやん。伊藤については、いろいろ言うたらお前、まだ明日明後日試合あるから、分かってしまうやんか。30秒で会計終了。そりゃ監督も腹立つやろ、あんなミスされたら。喋りすぎだけは学習してて草。完全に壊れたレイディオが流れとるね。佐藤のエラーもひどいけど村上が一番赤いやろ。佐藤の一つのエラーだけで何失点してるねん。あのエラーは擁護せんけど失点全部あれのせいかってなるとちゃんしな。広島からしたら村上なんかかもやろ。広島の守備見てたら大崩しはないやろ。このまま貯金重ねて優勝やわ。なお阪神の守備見てたら大崩れで大型連敗して CS も流しそう。まだギリギリやろ。明日明後日連勝できれば。やけど去年の主力は疲弊してるから控えか新戦力よ。それが台頭せなアレンパなんてターンオーバーよ。もし優勝争いから脱落したら新しいキャッチャーを試してほしい。